はい、どうもこんにちは。今日はこちらをご紹介していくでの、よかったら最後まで見ててほしいの。今日は休日や、休日に一人で越前海岸をドライブ、そんな時に行くお店って言ったら、ほやの、あのお店、有名なお店なんやけど、前の一回行ったことあるやんわ。ちょっとの後動画でも行ってるんやけど、半年ぐらい前に行ってるんやけど、今日の久しぶりに行ってきた。ちょっとのとあるものを食べたくて行ってきてるで、気になる方がいらっしゃったら最後まで見てっての。今回ひっても行こうかなランチになってるで、楽しんでもらえると思うで、最後まで見てっての。なら行くでの。こちら火の方つけさせていただきます。すいません、お料理の方を説明させていただきます。こちら姿になっているのが銀鳩でございます。その横にありますこちらと、こちらがワカサグジのお作りと焼きになっております。で、奥の方からカンパチ、ミスダコ、シマエビ、エチゼンエビ、マダイ、ケンサキイカになっております。お料理のお召し上がり方の方を説明させていただきます。こちら、お出汁になっておりまして、まず、こちらお刺身の方を生でお召し上がりくださいませ。その後こちらの方の、蓋の方を取っていただきますと、中お出汁になっておりますので、しゃぶしゃぶでお召し上がりください。最後、こちらの方にご飯を移していただきまして、ネタと、こちらのネタの方を乗せていただきまして、はい、最後お出汁をかけてお召し上がりいただきますと、はい、最後美味しくお召し上がりいただきます。はい、はい、でこちらの方が、父が取ってきました、天狗さんの方で作ったトップロッテになっております。ゴロッテ、はい、よろしければお召し上がりくださいませ。はい、ありがとうございます。あと、すいません、こちら小さいんですけども、はい、こちらの方が当店 のお店の方の、ところで、作っておりますへしこの、はい、お料理で、はい、サバの、ぬか漬けです。これ当店の方で作っているサバの、とても美味しいと評判の、はい、へしこですので、よろしければまたお召し上がりください。頼みします。では、こちらお料理の方、以上でございます。はい、ありがとうございます。失礼いたします。Thank you.
ちそうさまです。はい、ご待たせしました。少々お待ちください。ちょっと待って、これからお会計お願いします。はい。ありがとうございます。ごちそうさまです。すみません、ありがとうございます。はい、船盛り定食が3300円でございます、はい、3500円でよろしかったでしょうか、はい、ございます。3500円のお預かりで200円のお返しでございます、はい、失礼いたします。こちら200円のお返しでございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お久しぶりでございます。お久しぶりです。本当1年ぶりぐらいに今回越前さん来ました。あ、前回はオニエビ食べていただいたんですかね。さすがよくご存知。ありがとうございます。今日はちょっと船盛り行かしてもらったんで、はい、はい、ありがとうございます。大変美味しかったです。今あの船盛りもね、あのこのお店越前だけでやってるお店、あのイベントではなくて、この越前町全体でやってるイベントで、いろんな船盛りの方あのお召し上がりいただけると思うんですけど、まあ、当店はあのお一人様の船盛りで、もうご来店いただいた時に、まあ、限定5食っていう回数あの制限はあるんですけども、その来ていただいて注文できるのはやっぱ数少ないうちのお店のあの一つの売りだと思ってるので、あのまあ、今日来ていただいてすぐに食べていただけて嬉しいです。いや、あの食べれてよかったです。ありがとうございます。そういや YouTube されてますよね。あ、そうなんですよ。本当細々となんですけど、あの、まあ、ちょっとずつあのお店の紹介もしていきたいなっていうのと、あと本当この越前町の海岸線っていうのは魅力がたくさんあるので、そういうのも含めていろいろと紹介していきたいなっていうのは思ってるんですけども、ちょっと始めてみました。楽しみにします。概要欄にまた紹介貼っとくんで皆さん見てください。ありがとうございます。そしてまたカニの時期とかもあるんで、また来たいと思います。はい、また11月から始まりますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあのー